で、表面が乾くまで乾燥させます。
たちを今から焼いてきます。私のお気に入りはこの2人、意外とね上手にできたんじゃないかなって思います。これで上手に焼ければって感じなんですけど、緊張の一瞬です。めっちゃ色ついちゃったけど、めっちゃピエ出てる、すごい。お菓子作りを始めて2時間ぐらい経ちました。いっぱい焼いたり、オーブンをねずっと稼働させてた2時間だったんですけど、一番最初にやった大きいマカロンって覚えてますか？はい、その一つがですね、初めて大きいマカロンやったからミルがね温度調節とかうまくできなくて、でねここに1個あるんですけど、ちょっとね弱くて中までね完全火が入ってなくてですね、ちょっとそうそう、こういうことなんですよ。もうちょっとしっかり作んなきゃいけないということで作り直そうと思います。味は美味しいの、マカロン美味しい。みんなにキティちゃんも見てほしい。日焼けキティちゃんになっちゃいました。わっ、結構ね早い段階でアルミホイルはかぶせたんだけど、見事に均一なる日焼けキティになりました。一応今回の世界観が海マーメイドキティちゃんなので、ちょっと日焼けしちゃったよみたいな感じで、一応ね世界観には合うかなと思います。1、2、3本、あ、2本か。顔が可愛い子を選んでいきます。5かな。選ばれた選抜5人です。惜しくも外れてしまった子は、反対側のマカロンになります。はい、これでちょっと冷やしていきます。やばい、種ともさやばいぐらいめんどくさいんだけど、どうしよう。とりあえず種ない方だけ。じゃーん、材料が全部揃いました。チーズクリームをね冷やしてるって感じです。ではね、今からメリーゴーランドの組み立てをしていこうと思います。めっちゃ楽しみ、日焼けキティがいますけど。あ、絞れるようになってきた。
ね、やばい、どうしよう、全然上手にできない、泣きそう。なんか久しぶりにこんなに上手にできない。ちょっと待って、絶対に諦めたくない。じゃーん、一応形にはなったんですけど、このね、垣間見えてる汚い部分がもったいない最初ね、諦めようかと思った。全然、本当に ここからならまだ見せれる。じゃーん、こんな感じで一応ここが正面ですいかにもチョコレートで無理やり貼っつけましたよみたいな感じとか、あとはちょっとこの子が問題なんですけど、ここね最初ここにつける予定だったのがこっちになって、ここもうペーパーで拭き取れなくてっていう雑な感じがね、垣間見えすぎちゃったマカロンメリーゴーランドです。もうここしか回せませんを開けたら外が朝になっていましたまさかそんななんか時間経ってると思わなくて、無我夢中でやってたら、はい、こんな時間になっちゃったんですけど、明るいところで見たらなんとか大丈夫そう。ちゃんと外がめっちゃ明るくなってて朝を感じます今日は最後まで見ていただき本当にありがとうございました。パティシエがね、作ったと思えないぐらいのクオリティになってしまったんですけど、今の私なりの精一杯ということで、近々もっと上手なものを作れるように頑張りたいと思うので、アンチコメントだけはやめてキティちゃんのマカロンとかはね、上手にいったなって思うので、ぜひキャラクターマカロンチャレンジしたいよっていう方とかの参考になったら嬉しいです。レシピとかも詳しく概要欄の方に記載させていただきますので、ぜひチェックお願いします。これは後で一人で食べます。ママは一応ね、形になって固まってくれてよかったですまた次の動画でお会いできますように。またね。You are goddess like Venus, I'll be orbiting.